坂木原弱者救済所跡と記念碑救済所の老病者胸救済所の運動場坂木原弱者救済所は1899年から1930年にかけて今の愛知県半田市ガラスネ町にあった日本で最初で最大の民間の弱者救済所。地名からガラスネ弱者救済所と呼ばれることもあった。1898年頃、 今の半田市ガラスネ町の給料地に社会的弱者を救済する施設ができた。施設を作ったのは坂木原亀三郎という民間人。彼は23歳で救済事業に取り組んだが、それ以前は別校亀の名を持つ教格だった。それも70名もの古文を持つ男だった。それが事前家に転身したのは静岡刑務所に服役していた際の天国。 河村勇一郎と日本を代表する慈善家金原明義との出会いであった。二人に触発された坂木原亀三郎は故郷の千田郡成岩町に帰り、古文を説得、組を解散した。そして彼についてくる二十数名の古文と共に、カラスネの丘陵地を資材で開墾、そこに弱者を救済する施設、坂木原弱者救済所を作り上げた。 施設の完成は1899年8月20日。当初は600坪の敷地に2棟の宿舎だったが、その後、地元の理解も得られるようになり、やがて総面積6万6000坪、そのうち4000坪に11棟の宿舎、武道場、宗教施設などを持つ大きな救済施設となった。以来、この救済所には社会から見捨てられた、孤児、捨て子、 重度の身体障害者、行くあてのない老人。それにーキを終えて出所しても帰るところのない出獄者、余計者。また、遊女の宿などから逃げ出した女性の駆け込み寺のような役目も果たしていた。それより30年にわたり、計1万5千人もの人を救済した日本で最初に、して、最大の民間の弱者救済所である。1925年。 坂木原亀三郎が事故死。その5年後、世相が戦争へと走り出した影響も大きく、弱者切り捨てられように、この救済書も閉所された。その後、坂木原亀三郎の偉業と救済書の存在は忘れられていたが、2013年になり、坂木原弱者救済書跡を広く、一般に公開しようとの動きが出て、坂木原弱者救済書跡保存会が結成された。 活動は、ハンダ市、ハンダ市ガラスネ区、ハンダ保護司会、ハンダ郷土市研究会の4位一体で行われ、ハンダ市ガラスネ町のガラスネチビッコ広場に隣接する、約450坪の竹林を開墾。そこに、坂木原弱者救済所跡公園を作った。2013年9月23日同地で公演の、お披露目式、記念式典が開かれ、約180名が参列した。 それに合わせ、坂木原弱者救済書をモデルにした絵本、イバリンボウの亀が出版された。ありがとうございます。